はい、おはようございます、永田です。オバブ動画ではお久しぶりってどこっすかね。普通に風邪ひいてました。あの季節の変わり目特有のやつ、まあ、しかも喉やらかしちゃってね、変に長引いちまったもんだから、まあ、こうやってね YouTube とかの活動やってる人が喉やらかすとほんまによくねえわけで、一応な手洗いうがいだったり部屋の湿度とかそこら辺気使ったりはしてたんだが、普通に風の方に深くぶっ破されて通されちまいましたよということで、まあ、最近ねさらに冷え込んできたんで、皆さんご自愛、いただきますよ、いただきますよ、まあ、頑張ってください。はい、というわけで、だいたい2週間ぶりくらいかな、まあ、ゲームやったんすけどね、まあこのゲームさやっぱ毎日ゲーじゃないですか。3日4日やらなくなると急に弱くなるみたいな感じで、まあ、ちょっと軽くリハビリがてらということで、今回はねこのニューガンダムヘビーウェポンシステムを使ってきました。まあこの機体は雑に射撃武装が強いのと、まあ、それに引き換えて機動力がね、まあ、遅く、まあ、そこが弱点みたいなところなんで、まあ避けるリハビリになるんじゃねえかなということで使ってきたわけですけども、この機体そういえばね半年以上前くらいかな、結構いい感じのアッパーもらってたんだけどね。まあでも残念ながらその時期ってハイニューガンダムがまだまだ強かった頃、というかそのヘビーウェポンがアッパーされた同じタイミングで、何回目なのか忘れちゃったけど弱体は一応受けてたんだよね、通常時の機動力が大幅減のやつ。まあだけど結果を知っての通り、まだまだハイニューは強くてみたいなところで、ヘビーウェポンがねハイニューに対して相当無力だったというか、まあ、このゲーム、まあ、対戦ゲー当たり前だけど、まあ、この機体はあれにフリーとか有利とかあるわけなんだけどね、ヘビーウェポンは排入に対してことごとく噛み合ってなかったね。まずヘビーウェポンの機動力が遅いから排入の強振ファンデル相当きつかったし、かといって排入が生地の時ヘビーウェポンが前に出て敵をボコれるかっつったら全くそういうことではないというか、そういうコンセプトの機体じゃないしね。そういったあれでね結構いいアッパーはもらってたんだけど、まああまり注目されにくかった。まあ機体の特性上どっかではめ殺されるキャラだから、めちゃくちゃ強えってわーってもてはやされる機体ではなかったとは思うんだけど、もうちょっとね排入がいなかったらわーって言ってもらえるような機体だった気がします。まあそういったあれだと今だとね、まあ、排入何回下方受けたのかもう忘れちゃったんだけど、まあさすがにもうほぼ環境には出てこなくなったんで、前よりは出しやすくなったんじゃないかなみたいな、まあそんな感じのニューガンダムヘビーウェポンシステム喋っていきましょう。よろしくお願いします。さあ G セルフ寝かせたところから始まって、邪気が来たサテライトキャノンはガードしてから G セルフ寝かせて、ここはメガシールドで闇討ちをやっていくと、まああとはセルフやるもよし、ダブル X やるもよしといったところで、まあ、前線微妙に形成しつつ、そんなにがっつり前は出れないんでね、やっていきたいところです。さあニューハイパーバズーカ2発目が当たって、リガズイカスタムがダブル X に襲いかかって終了。いや改めてヘビーウェポンかっけえな。まあエクバのモデルがねディティール多めの後期型というかブラッシュアップされたモデルが使われてるってのもあるんだけど、やっぱメカは重装甲よな。まあ、ゲームプレイする分にはねシャカシャカ動ける軽量機の方が好きっちゃ好きなんだけど、ビジュアルだけだと俺はこういう重装甲キャラが好きなんで、まあ、特にヘビーウェポンね胸が出っ張ってんのがいいっすわ。まあ、こういう装甲を厚くしたからちょっと胸出っ張っちゃったよみたいな、 F2 型とかさ EZ8 みたいなああいうのが好きなんでね、最高っすヘビーウェポン。さて見ていきましょう。からのいきなり相方に牙を剥いてしまった。後ろ馳せで気持ちよくなってたのにごめん。これはねジャンプ挟んでチャージしようかと思ったら全くジャンプのコマンド入力がされてなかったといったところで大変に申し訳ない。そんでこの対戦はね珍しく考えてやったことがうまい具合に噛み合ったんで、そこら辺も喋れればいいかなってところですね。さあそろそろ飛んできそうな感じのバンシードルンのシューティングバースト、マグナムそっからミサイル避けつつレーダーちゃんと見てた、アメキャンもやって姿勢制御も完璧、まあ、ちょっとここは過剰なシールドではあったが、そんでもって相方がノルンを落としてくれた。まあ、こちらもあと少しで覚醒が溜まりそうではあるが、バンシーノルン、まあ、通常時やれるのであればやっておきたい。さあノルンの向こうのハイドボンブの射程には入らないように、でそっからねリボルビングランチャーの光が見えたんで、まあ、飛んでくるのは実弾だけ、高出力ビームでゴリ押してからからのね、この F9 は多分上のバルバトス見てたのかな、まあ、ちょっと巻き戻してもらえればわかると思うんですけど、相方のねブーストゲージが空だったんで、
まあ、今はねそういうのもね見れるわけで非常に便利。まあ、おそらく相方のルプスがおばひやがきしてたんだろうってところに気づいて助けに行ったってとこっすね。まあ、さっきの高出力ビームで実弾ご利用したところもしかり、ここら辺うまくハマって気持ちよかったな。トリマ1期目としてはやることはやったんで、あとは落ちてってところで格闘で軸を合わせて射撃 CS メガライフルの高弾速ビームバンシーノルン落として終了。ほんじゃ次見ていきましょう。このおおすっげえ社長やっぱ気持ちいいなこういう系なからの特写も入って、で話を戻して、この対戦はね気持ちいいスカシコンするからね、まあ、その時の永田のニチャガを思い出しながらそのコンボの様を見といてください。さあ相手がねストライクのワールドデスティニーガンダムといったところで、まあ、とりあえず下がって、特にデスティニーに気をつけて、このヘビーウェポンシステムねでかくて遅いわけで、まあ、それは一旦置いといてミサイルをシールドさせて固めてから、横角から追加された特角派生からの N 角スカシ出し切りでシャチャニチャー、これアドリブでできた時ね非常に気持ちよかったです。この機体の N 角好きなんだよな。アムロにしちゃこじゃれすぎとは思うんだけど、まあ、サーベル相手に刺してそれごと相手蹴り飛ばしてサーベルキャッチズバっていうね、まあ、最終段付近のところが、まあ、非常にセンスあふれるモーションになってます。さあデスティニーに追われてヤバそうなところをシャアが救ってくれたが、まあこのビーム3連は甘んじて受け入れよう。まあ、こちら耐久ねかなり残してるんで、さらに覚醒も溜まってる素晴らしい。ここは、まあ、振り向き打ちに見せかけたアカロ継続メガシールドでデスティニー落として覚醒も使って被弾しないように、まあ、そこら辺のリスク管理もしっかりやってるわけだ。まあトリマ後落ちを目指してといったところでしょう。まあ、デスティニーがねこちら射撃 CS の単発130であれ小そば一撃だっけ、まあ、そこら辺も狙ったりしてるわけですね。ここで相方が落ちて、まあ、特にヤバそうな雰囲気もないわけではありますが、さあ向こうのねアシストも避けながら、ここから特に喋ることはねえんだよな。ただただ非常に手堅くゲームして狙うところはスナイプしていく。デスティニーシャチャーで落として終了。ほんじゃあ4戦目ラスト見ていきましょう。敵の編成がストライクノワール、そしてガンダム X 魔王。さあノワールの弾幕をしっかりと避けながら、やはりメインからアメキャンができるのがでかいからの魔王剣が邪気が見えたと。さあとりあえずもう距離を稼ぎまくってといった感じでヘビーウェポン使うからには、まあ、避けて通れぬ課題だ。しかしノワールもそこら辺分かっているのか、ビームライフルショーティーをぶち込みまくってくるが、なんとかメガシールドで多少迎撃はできたのかな。しかし X 魔王に張り付かれて、さあどうするからのハイパーサテライト爆風が来るが、なんとかこの場から立ち去ることに成功した。からのミサイル、さらにニューハイパーバズーカで追撃もやっていくと、やはりアムロキダブルバズーカが非常に似合う。さて序盤の立ち上がりとしては非常に完璧じゃねえのか、シャチャーでギリギリ削りきれなかったが、ビーム指導からの魔王剣、まあ特化ガセ入れらんなかったからよしとするか。さあそこから再び置き攻めのハイパーサテライト、なんかよく見えねえけどもなんか向こうの X 魔王の魔王剣の誤射が、ストライクノワールを焼いたからのメガシールドで魔王も落としておくと、まあ、流れ的にはどうだろうな、まだ下がれるっちゃ下がれるが、まあ、とりあえずシューティングメガライフルを当てていきの、まあ、いつでもこちら、まあ、後落ちできるようなポジションを取っていくわけだ。さあシャカシャカとステップも使いながらといったところでビームが微妙に強いと。さあそこからノワールが上からやってくる。なんかこうやって見るとノワールのアシスト弾速が遅くなってるから避けやすいなと思いつつ、最近上位勢の中では改めてねプロビよりノワールの方が安定することねみたいな話がねちょっと出てきて、もう上が考えることはよくわからんすね。もう何が正しいのかさっぱり。さあノワールに覚醒技入れられてしまったが、相方のナイスカットからのメガシールドはそこまで重厚補正が効く。最後はストライクノワール落として終了です。はい、というわけで以上がリハビリがてらに使ったヘビーウェポンシステムの視点でした。まあこっから徐々にね勘を取り戻してやっていかなくちゃいけない。本当にこのゲームはねちょっとやらなくなるだけですぐ下手くそになるんだから困ったゲームです。まあぼちぼち無理しない程度にね、活動再開していくんで、また改めてよろしくお願いします。はい、というわけで本日はここまで。ご視聴お疲れ様でした。次回の永田にもご期待ください。